はいどうも、長谷さんです。はいどうも、トトです。はい、家にね、泊めてくれている裏垢女子のトトちゃんと、はい、まあ、対談を取っていこうと思います。はい、はい、じゃあ今回のテーマはまあ、裏垢男子って裏垢女子に対してやっぱアプローチするわけじゃないですか。はい、でもう裏垢女子っていうのはもうエッチしたいつぶやくだけでもう男がありのように群がるわけじゃないですか。うん、まあ、おっぱいとかちょっとピロッとあげたりとかね。なんやろね、M 字開脚とかしたらもううわーってくるわけじゃないですか、男が。そうですね。で、まあ、ムラムラするとかね、うん、言ったりしたらもう、じゃあ俺どうみたいな。なんかこう、そんな感じで言ってくるわけじゃないですか。うん、でも、大体の、裏垢男子は弾かれるわけですよね。弾かれるって言ったら相手にされないよ、ね。そうですね。はい、じゃあだからで、まあだからこういう裏垢男子は嫌だと、うん、嫌だっていうかな、まあ、女子の本音っていうか、うん、そういうところを引き出していくとすごく、まあ、女子にとってもこれを聞いてる、まあ、女の子にとってもああわかるみたいな、うん、あるあるだよねみたいなことになるかもしれないし、うん、まあ男子からしてもその女子の意見っていうのは、まあ、本音っていうかっていうのはすごくその参考になるっていうか、うん、なんていうかな、裏垢界のえじゃ、うん、なんて言ったらいいのかな向上って言ったらあれやけど、向上なんつったらいいのかな、そのより、うん、なんつうのかな、紳士な男子が増えるっていうか、紳士ってなんて言ったんかなまあまあ紳士としましょう、まあまあね、紳士としましょうか、うん、紳士っていうのはちょっとあれやけど、まあよりそっちの方が男の人も、うん、あこういうのは女の子嫌がるんだっていうのを知っておくっていう、多分知らないからやってるってことはあると思うよね、うん、っていうところがあると思うんで、そこら辺をトトちゃんとまあ話していけたらいいんじゃないかなっていう感じですけども、はい、はい、トトちゃん、はい、こういう裏垢男子すごい多くて困ってるとか、困ってるっていうかな、なんていうか、うん、萎えてるっていうかなんかそういうことありますか。うん、すぐ会いたがる人、はい、すぐ会いたがるそれはね、多分ほとんどの男じゃないですかね。だって、はい、なんだろうね、再来週とかの話じゃなくて、うんうん、もう今週っていう、あーなるほどね、今週会おうっていう、今週会おう早っと思って、あーそんなまだ全然乗り気じゃねえよと、そうまだマンコ濡れてねえよと、濡れない濡れないなんっていう感じやね、うん、そんないきなり会おうとかむしろ今週とか言われてもお前まず誰やねんみたいな、そう、人が多い、顔も知らないしね。あーわかる、それはね、もうね、もうね、なんか知らんけど、それ僕も、うん、長谷さんって女の子のアイコンやんか、うん、で、だから男からその女の子やと勘違いした男から結構エッチしようだけのダイレクトメールが来たりするのよ。一発目からエッチしようって言われるわけ、うん、するわけないやろみたいなまずお前は誰なんだっていう、ちゃんと書いてるよね、自己紹介。そう、だからまずね、一つとして思うのはなぜプロフィール読まないんだってもう男ですって2回書いたりしてるでっていう、うん、のまずプロフィール読もうっていうのはあるよね、うん、分かる、最低限やと思う、うんうんうん、でも割とその最低限をしない人っていうのは結構多いかもしれないね。多いね、うん、どうですか、常識ないみたいになっちゃう。ああ、まあ常識ね、うん、常識か、まあ、常識っていうかなんていうかな、普通に考えてないでしょ普通に ね考えてね、そのいきなりその今週会おうとか言われても、そうそう、うん、なんでお前と会わないといけないんだよってなる。そうそうそう、だから最近そういうの来て、うんうんうん、やだと思って、やだお前誰なんだよ、そうそうっていう、まずそういう感じはあるよね。その多くの男がやりがちな、男側の視点からすると多分その
もうすっげえムラムラしてんのよ。その例えばエッチしたいとか、うん、もうおっぱいの画像とか見て、うん、なんていうか体の画像とか見て、もうあもうこのこと俺はもうすげえエッチしたい、すげえムラムラするみたいな感じになって、でしかもこの女の子はエッチしたいって言ってるから、エッチしたいに違いないって、今チンコ入れてほしいに違いないみたいな感じなのよ、きっと。そこでやれるって思うよな。だからこの子ムラムラしてるし、俺もムラムラしてるしみたいな考えが意味わかんない、ね、多分そういう感じじゃない多分ね。いやだからお互いムラムラしてるからやれるみたいな、ね、うん、ああそう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 、俺こんなムラムラしてるしみたいなだからってことだ。いや分からんけど、いやなんかお前もムラムラしてるんなら、うん、レッツセックスみたいな感じになるんじゃないの。いや分かんないけど、だからその考えを捨てた方がいいと思う。なるほどね、本当に。うん、じゃ別にムラムラしてるからあなたとしますじゃなくて、はいはい、ムラムラしてるから見てとか、はいはい、だから見られて興奮してる、あその写真をあげる人は、ああまあそうね、そう、はい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 、でその中からまあ好みのタイプを選ぶと。なるほどね、それはそうだね、レッツセックスとでまず選ばれないといけないわけよね。選ばれないといけない、だからもうこびなきゃダメ、こびないといけないの、ある意味。あ、マジで？そうなの？こびてうまくいったことないで逆に。だって言い寄られるやん。だから、いや僕はでもその言い寄られるのは長谷さんしてからは言い寄られるんだけど、うん、長谷さんする前はもうやっぱ普通の1階の裏垢男子でしかないわけよ一戦士でしかないわけよ、うん、でその時やね、やっぱねこびたら逆にねあんまりうまくいかないことが多かったかな。マジで？なんか何々ちゃん、なんかいつなら空いてるのみたいなとか、なんか分からん、なんかこびるってなんかネチョネチョしてる感じ、なんか雰囲気的に。なんだろうな、なんつったらいいかな、なんか自分をほんとよく見せようとする人、うん、よく見せようとする、なんて言えばいいの。あー、うちが一番嫌なのは、うん、いきなり、うん、どこ住みなんて聞かれるのが嫌。あ、そうなんや、うん、なんでどこ住みなんて、うん、でどこどこって言うやん、うん、ただもう近いやん、会おうにってなんで、すぐ。ああ、はい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 、なるほどね。まあ、別にいいけどってなるけど、はいはいはい、じゃあいつ会うっていう。ああ、なぜ会うことが前提になってるんだっていう。みたいな。早くない、はいはい、みたいな。ああ、なるほどね。だから聞かれるのが嫌だね、どこ住みって。そう、うちはいきなり。あじゃあ、はいはい、あ、そういえばどこやったっけっていうのが好き。うん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 、ああ、なるほどね。うん、あ、でもね、僕は結構最初に聞いちゃうかもね、そこはね。ダメ。いいじゃん、別に。ここでまさかの意見が分かれるって。じゃだってさ、その、めっちゃ仲良くなって、うん、じゃあ会おうねってなった時に、あ、そういえばどこだった住んでるとこってなって、うん、超遠い、こんなにムラムラしてお互いやりたいってなってんのに会えないってなるやん。会いに行けばいい。遠いじゃん。遠かったら嫌で、マジで。それ行動派やな。うち行動しちゃう。なるマジでか、すごいな。うん、めっちゃ遠くてもその要は関西の人とかでも。うん。あマジで、それ新幹線乗って。乗って行く。もう抱かれに行っちゃうの。抱かれに行って。あもうそうか、じゃあすっごい仲良くなっちゃえば距離なんて関係ないんや。関係ないよ、恋愛無視だよ。なるほどね。まあこれはあくまでトトちゃんの意見やけどね。そうそう、みんな思ってるか知らんけど。まあでもまあ確かにそれはあるかもね。その、うん、まあまあとにかく一番大事なのは仲良くなることっていうことやね、きっとね。そのいきなり会おうとすることじゃなくて、まずは仲良くなって、仲良くなろうと、それを目的に会話をしましょう、しましょうっていう話かね。うんうん、そうだね。きっとそうだと思う。だからいきなり本当がっつくやつはダメ、はい、まあ、だからそういうことをまあ気をつけましょうと。気をつけてください、裏垢男子、裏垢男子さん、はい、っていうことだね。はいはい、じゃあまあとりあえずそんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はせさんでした。ととでした